中華民国の軍人。当初北京政府、法典派に属し、後に国民政府に転じた。字は須山。1900年、安し軍に加入する。1905年、法典防衛に転入し、順調に昇進して、1911年、騎馬隊、第三英艦隊となった。1914年、後実藩島に昇進する。1917年、 第29市不評第114弾団長となった。1920年、第57度旅,旅朝圏中東鉄路守る次軍、高万指令に昇格した。民国10年、満海警備司令を兼任する。1922年、東三省陸軍第15度旅,旅長に任命された。1923年、安泰陳守司を兼任する。 1925年、東三勝陸軍第17支支長に昇進し、紀平軍副軍長も兼任した。1926年、第8軍軍長に昇格した。1928年6月、張作林と国立交渉、し弁護春のが、関東軍に爆殺されると、バンプクリンが公認の国ただし弁に任命された。合わせて、 東北変貌軍副司令長官に任命されている。同年12月の超学寮の駅史に万も従い、一旦、常掛援助が国民政府から初代国流交渉政府主席に任命される。ところが、常は、要堺邸と共に超学寮により粛清され、民国18年1月、万がその公認として国流交渉政府主席となった。同年、万は、 第五編使いクベンジところ主任委員と某、にわか軍総司令も兼任している。1931年、満州事変が勃発すると、万福林ン率いる軍は、関東軍の攻撃にもろくも敗北する。そのためンは、同年11月に、国流交渉政府主席から辞任した。その後は、北平水税交渉常務員。 国民政府軍事委員会北平分会場務委員を歴任する。1933年、第4軍団指揮官として前線に帰り咲き、第53軍軍長に任命された。1935年12月、気殺政務委員会委員に任命されている。1937年に日中戦争が勃発すると、第1集団軍副総司令に任命された。しかし、 対日戦でも万の戦績は振るわず、1938年冬には、前線指揮官から解任されてしまった。以後、バンプクリンは、軍職を離れて、政治的にも官職に回される。1940年5月に、両年小政府主席に任命されたが、これは、名目だけの任命であり、小政府の委員や、町長は他に誰も指名されなかった。 国境内戦期の1948年8月に東北総秘装司令部副総司令に任命されたものの実験はなかった。1949年台湾に逃れ総統府国策顧問に任命された。1951年病没。去年72万福ン別影ありがとうございます。